子宗教室へようこそ。今回は取れかかっているボタンを見つけたので、ボタンの付け方を基本バージョンとちょっと応用バージョンでやってみたいと思います。縫い針と縫い糸を使いましょう。針に糸を巻きつけて引っ張って玉結びを作ります。わかりやすいように白い糸を使ってやってみます。もともとボタンがついていた跡があるところから裏から針を出してボタンに通します。対角線上のところに針を入れて布にも針を落とします。余分な別な場所の布をすくわないように気をつけてください。また最初に通したところから針を出して対角線上に入れます。この時あんまりギュッと糸を引きすぎてボタンと生地の余白がなくてぴっちり止まってしまうとボタンの付け外しがちょっとやりにくくなるので、2-3mm、5mm くらいは開けておくのがベストです。ちょっと緩めに、あんまりギュッと糸を引っ張らないでください。同じところに通すっていうのを 2-3 回繰り返します。そしたらまだ何も通っていないところめがけて針を出して、その対角線のこれまた何も通ってない穴に針を入れる。これも 2-3 回繰り返します。バッテンになるように縫い付けます。これができたらボタンのこの縫い目の際から針を出して、ここのちょっと浮いているところに5回絡めます。こうすることでより強度が増すのとボタンの付け外しがしやすくなります。最後裏に針を持ってきて玉結び、玉留めするんですけど、ちょっとだけこんな風に糸をすくってから巻きつけて引っ張ると玉留めが浮くことなくできるようになるので、このやり方がおすすめです。すくい玉留めという方法になります。こんな感じで浮いてこないので安心です。はい、これが普通の基本のボタン付けです。小学校の授業で習うのもこの方法ですよね。ボタンもしっかり留まります。黒い糸でやってきました。さらに玉結びと玉留めはあるんですけど、黒なので同系色にまとまっていて裏もまあまあすっきりしています。同じ色でやれば裏側も目立たないし、あんまり裁縫やったことない方でもできると思います。このほどきやすくなっているボタンは何なんでしょうね。結構市販のものって多い気がするんですけど、続いてですが、糸を半分にちょっと長めに出して半分にして2本一緒に針に通します。糸通し使って大丈夫です。
輪になっているところを小指にかけて裏から針を出し、穴の中に通して対角線の穴を通した後に裏側に持ってきます。そしたら小指にかけてあった糸に針をこのように通して、これで糸処理しちゃいます。刺繍でもたまに使う方法なんですけど、こうすることで玉留めがないのでちょっとすっきりするのと、さらに手軽に簡単にできるようになってハードルが下がると思います。ここからは途中までまた一緒で 2,3 回同じところを縫い留めます。この時もボタンの付け外しがしやすいようにあんまりぎゅうぎゅうに引っ張らないでください。そしたら残りの2つの穴を使ってこちらも 2,3 回縫い留めましょう。これはちょっと短すぎてしまって良くない例です。最後までできませんでした。きちんと縫い留めたらまた際に針を出します。そしてボタンと布の間にある糸を糸に5回巻きます。もう短くて全然話にならないですね。これでは2つに折って使うのでだいぶ長めに出しておいた方がいいと思います。そしたらこの5回巻いたところにいろんな方向から針を刺していくんですけど、ちょっと説明不可能になってしまったので同じ工程を黒い糸でここまでやってきました。はい、5回巻いています。そしたらまず1回適当な方向から適当な方向へ刺しました。そしたら別な方向から刺します。私は十字になるように刺してみました。この糸を巻いたところにたくさんこうやってさらに糸を絡めることでほどけにくくして玉留めを使わずに糸処理できるのでとても楽ちんです。本当にいろんな方向から刺して、心配な方はたくさん刺せばいいし、まあ、4、5回やれば強度も大丈夫かと思います。際でこの糸だけ切ったらこれで完成です。全然ほどけてきません。裏側が玉結びや玉留めがないのですごくすっきりしています。ボタンが取れてしまったというだけの理由で服を捨ててしまうのはとってももったいないので、ぜひこの方法を覚えてやってみてください。ご視聴ありがとうございました。